インディアナ州の軍一覧は、アメリカ合衆国インディアナ州内の軍の一覧である。インディアナ州内には92の軍がある。各軍はその領域内で、地方政府として機能している。インディアナ州は1787年の北西部条例でアメリカ合衆国に組み入れられたが、その土地は常に開拓者に供されたわけではなかった。土地は条約でインディアンから買収され、 またインディアンの強制移住により使うことができるようになった。州内で最も初期の軍はオハイオ川に近い南部にあり、一方新しい軍は後に取得された北部にあった。最古の軍は1790年に設立されたノックス軍であり、最新の軍は1859年に設立されたニュートン軍である。2010年国勢調査時点で、 州内人口は648万3802人であり、州内92の軍で割れると1軍あたり人口は7万476人となる。最大の軍はマリオン軍、最小の軍はオハイオ軍である。5つの軍は人口25万人以上、16軍は同10万人以上、54軍が同3万人以上となっている。 人口1万人未満は5軍のみである。陸地面積の平均は396平方マイル。最大の軍はアレン軍の657平方マイル。最小の軍はオハイオ軍の87平方マイルである。インディアナ州憲法によれば、軍の最小面積を400平方マイルに定めており、これより小さくはできないことになっているが、実際にはオハイオ軍のように小さな軍が存在している。 軍政府には7人から15人の委員で構成される立法府の軍政委員会と3人から5人が委員で構成される行政府の行政委員会の2つの機構がある。多くの軍はアメリカ合衆国建国の父やアメリカ独立戦争、米英戦争、ティッペカヌーの戦いで戦った軍人にちなんで名付けられている。その他、 インディアナ順州とインディアナ州の初期指導者やミシガン州、ケンタッキー州といった周辺州の指導者名もあり、またインディアンの部族名や地形の名称も採用されている。下表はアルファベット順である。ありがとうございます。